ありがとうこんにちは。ゆひこれ。それでは今回なんですけども、9月スマホ決済の初回特典、おしみないキャンペーンということで、早速9月も始まりましたが、そこでスマホ決済を始める上で、得点がついてる決済方法の6種類についてお伝えしていこうと思います。ということで、まずは PayPay ペペからですね。こちら PayPay ペペは、新規登録から1週間以内の講座登録でペ、PayPay ペボーナス1000円相当ということで、 流れなんですけども、PayPay のアプリをダウンロードインストールして、そしてアカウント登録した後に1週間以内に支払い方法として銀行口座を登録すると。そしたら登録完了から原則2週間以内に1000円分の PayPay ボーナスが付与されます。まあこの PayPay に関しては、Pay サービスの中でも一番利用店舗が多いと思うので、結構気軽に使える決済方法かなと僕は思います。 次は d 払いということで、エントリーが必須となってまして、最大1000円分の d ポイントがもらえます。で、もらえる条件として、先ほどお伝えしたように専用ページでエントリーが必須で、 d 払いアプリのご利用設定をして、まず100円分がもらえます。そして、初回決済として月に2回以上お買い物をして、これで最大1000円分の d ポイント還元がされるということですね。まあ、ただし2回以上の決済の際に、総額2000円以上で900ポイントがもらえるようになっていますので、お気をつけください。まあ、ここ最近の d 払いはちょくちょく20%還元をやってる印象で、まあ、噂では9月の14日からまた20%の還元がスタートするので、まあ、それと合わせて d 払いを使い始めるのもいいのかなというふうに に思います。 次に、オリガインペイですね。こちらは初めてのお支払いで使える500円オフのクーポンをプレゼントということで、こちらはオリガインペイのアプリをインストールしたら、キャンペーンコードのこちらのコードを入れていただいて、そしたら500円オフのクーポンがもらうことができます。まあ、オリガインペイの魅力といえば、例えばその銀行口座のどと連携したら、例えば決済した時に即時値引きがされることや、あと他のクレジットカードと連携して、オリガインペイはクレジットカードのそれぞれの恩恵を受けることができるので、まあ、その点含めて 結構使いやすい印象ではあります 次に楽天ペイですね。こちらもエントリーが必須となってまして、楽天ペイを使ったことがない方限定となってまして、合計800ポイントがもらえるキャンペーンということです。まあ、対象のコンビニ、例えばファイミリーマートやローソン、ここで700円以上のお支払いで、ここでまず400ポイント。そして対象のドラッグストアとして、ウェルシアやツルハドラッグなど、700円以上のお支払いで400ポイントということで、それぞれ合わせて800ポイントがもらえるということになっています。 まあ僕の場合は楽天カードを持っているので他のペイサービスの大型キャンペーンが実施されてない時に楽天ペイはちょくちょく使うことはあります。 次に、ゆうちょペイですね。こちら5月から開催されているキャンペーンで500円がもらえるということで、ゆうちょペイのアプリをインストールしたら、あとはそのご自身のゆうちょ銀行と口座連携をして、そしたら後日500円がゆうちょの口座に振り込みがされるということになってます。まあ、ちなみにその振り込みに関しては人によってバラバラです。いつ入ってくるのかっていうのが、明確な日にちは特には決まってないです。 まあ、チ o u t ーに関しては、基本的には使うことはめったにないんですけども、僕はこの500円をもらって、早速、ミニストップのアップルマンゴーパフェを食べました。そして、最後にメルペイですね。僕の動画でも2回ほど紹介したキャンペーンなんですけども、友達を招待すると、必ず1000ポイントがもらえる、ススメルペイというキャンペーンの実施中でして、招待した方、そして招待してもらった方に、それぞれ1000円分のメルペイポイントが入ります。で、もらえる条件は、必ず口座登録や、免許証などの、 本人確認が必須となってますのでお気をつけください。まあ念のため僕の招待コードを置いておきますが以前も動画でもお伝えしたようにもしご自身の身近でメルカリをされている方がいらっしゃいましたらその方々から招待コードをもらって登録すれば互いにメルペを楽しむことができるので一度ご確認してみるのもいいと思います。 そして最後にまとめです。ペイペイが1000円分のペイペイボーナス。そして D 払いが1000円分の D ポイントがもらえると。そしてオリガインペイは500円引きのクーポン。楽天ペイは800ポイント。ユーチャペイは500円。メルペイは1000円分のメルペイポイント。ということでざっとこんな感じですね。まあ、まとめた印象としたら増税前に様々な企業さんがすごい追い込みをかけてきてる印象ですね。まあ、そんなこんなで今回はスマホ決済初回特典についてお伝えしました。まあ、使う場所によっては還元率が良かったり良くなかったりすることもあるので、これが一番 おすすめでででといいいうのはは言い切れないところではあるんですが、まあ、今後のことを踏まえて現金で決済するよりかは何かとお得になることが多いので、まあ、それがスマホ決済なので、まあ、ぜひですねこれを機にスマホ決済を始めてみるのもいいと思います、まあ、下の概要欄にそれぞれのキャンペーンのリンクそしてメルペイの招待コードも載せておきますので始める前にはしっかりとキャンペーンページを読むことを強くお勧すすめしますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました